は、今回2点出展させていただいている長尾博樹と申します。今回は、優雅という作品と、それから異世界への招待状という作品を出させていただきました。この優雅という、作品は遊ぶに雅という字を書くんですけれども、まあ、今ちょっと不安定な世の中の中で、見る人がこう気持ちがこうちょっとウキウキってするような、そんな作品を作りたいなと思って、作らせていただいた作品です。やっぱりこうこれ優雅って、遊ぶというふうな字にしたのは、こう遊ぶような無邪気さの気持ち、それからこう遊べるという余裕のある気持ち、それでなおかつこう雅というか、そういうこう余裕みたいなものを、特に今の時代は必要なんじゃないかなって思って、作らせていただきました。でもまあそんな小難しいこととかは、抜きにして、もう見てなんかバッてバッて覚える、ウキッて覚えるようなという感じで作らせていただいた作品です。でこちらは異世界への招待状ということで、まあ、この異世界っていうのは、私の中では一人一人がこう自分の魂の中に持っている本当の世界、そういうものを、まあ、世界観というかで表現しています。でなかなか自分のそういう魂の中にある異世界っていうものの存在もなかなかこう普段は意識することがないと思うんですけれども、やっぱりそこに何か全ての答えというか、そういうものがあるんじゃないかなって日々思っていて、そういうものをこう表現した作品になったかと思います。でやっぱりこれも今のこういう時代、やっぱりそういう自分の中にある世界にあえてこう変えるというより、まあ、もちろん魂は立ち返るんでしょうけど、自分の意識は初めて行くようなところだと思うから、その場所を意識してそこに誘われるということの、大切さみたいなものを感じて表現されたように思います。私もこう作品を作ってる時はあまりそういう明確なビジョンを持ってこういう風に作ろうとかっていう風に作ってはいないので、作り終わった時にふっとこう答えが分かるみたいな感じで作らせていただいているので、そういうことなんじゃないかなと思います。まあこれもそうなんですけど、難しいことは抜きにして、こう見た人が「あ、綺麗」って思って、一瞬でもそういうふうに思ってもらえればいいなと思って作らせていただいています。ぜひ皆さん見にいらしてください。よろしくお願いいたします。自画像じゃないんですか？自画像じゃなくて、こう描いているうちに出てきた女の人を描きました。それとなく似てます。そうですか、ありがとうございます。そちらの絵は、はい、こちらは綺麗な色のバラをいただいて、それでなんて綺麗なんだろうと思って描いたものです。あと絵以外に、絵の他に、はい、あ、絵の他には、イタリア軍艦という100年前にヨーロッパで活動していたダンサーの、お弟子さんたちから受け継がれてきたダンスを、学んでまして、今度教える資格もいただいたところです。
あと音楽も。あ、そうですね。あとクリスタルモールっていう楽器と、あのライヤーですね、ヒーリングライヤーを奏でています。まあ、多彩な活動をされてますね。あの皆さんにいろんな活動でお会いできるのがとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは。写真で参加している阿久津義弘と言います。今回ですね、写真を3点、はい、出してます。で、まず1枚目がですね、まあ、土砂降りの中でですね、ずっとカメラ構えながら、あの水たまりをずっと、あの、まあ、ちょっと怪しい感じでずっとカメラで狙ってて、やっとですね撮れたのが今回のこの緑色に見えますけど、この作品で、まあ、作品名は思いっていう気持ちで、まあ、コロナ禍で、あのなかなかこう表に活動できない気持ちを、なんかこうモヤモヤしてる気持ちをみんな持ってると思うんですけど、そういった気持ちをですね、まあ、心の中に抱えてるのはみんな一緒だよっていう感じで、これは思いっていうことに、タイトル付けさせてもらいました。で、2枚目なんですけど、神社のですね、手水舎を、まあ、上から覗いてですね、まあ、水のそこにあの水草とかがあって、それがまあ透けて見えてるような感じの、写真で仕上げてあるんですけど、これはちょっと色が水なんで、あのタイトルどうしようかなって思って、辞書とかいろいろ調べたら、あの透けてる色って書いて、月色っていう漢字を見つけて、ちょっとこのタイトルにあの作品の方を当てはめさせてもらいました。3枚目なんですけど、ちょっとあのやっぱりこれも水なんですけど、まあ、雨の日にあの水滴がついた、実はこれ駐車場の看板なんですよね。この駐車場の看板で水が弾けてるのが、まあ、すごい水の弾け方が面白かったんで、まあ、あの実物見てもらうと分かるんですけど、まあ、あのガラスとかが砕けたような感じで、不思議な感じで水が、いろいろ散らばってる写真が撮れたんで、これを今回の水の三部作っていう感じで、出展させてもらいました。この三部がセットになってるわけ。はい、全部テーマが一緒で、テーマ一緒ですね。実は書いてないんですけど、うん、水で、これがやっぱり一番メインなんで、水を真ん中がメイン、出して何月ぐらいに、そうです、ね、これが8月ぐらいで、これが去年のプレーで、これがですね、おそらく去年の3月ぐらいに撮った作品だと思うんですけど、まあ、もうずっと水をテーマにして撮ってるんで、まあ、ちょっとこれからも水、どんな 写真を撮ろうかなって悩み中なんですけど、ちょっとこれからも水をテーマに、撮っていきたいと思います。ありがとうございました。横浜のこうちゃんです。今回は、作品を2点出品しました。1点目は、金継ぎした、ウイノミです。買ったばかりの、ウイノミを1ヶ月足らずで割ってしまいまして、カルチャースクールに通って、その器ですか。はい、なんとか、復元することができました。だから 2点目は、ガラスです。袋がモチーフで描きました。今回あの、まあ、2点の作品に共通することは、一応まあゴール、金を、テーマにして、作品を展示しました。で、まあ、こちらのお酒の瓶はちょっと演出のために今回飾ったんですけども、まあ、広島の藤井酒造さんのお酒の瓶です。どうもありがとうございました。ちょっと、こんにちは、水久保雅子と申します。今回初めて平泉展に出させていただきました。この作品は本当に初孫の娘が、あの子供を産んだ時の、感動が呼び起こされたというかな、その気持ちと、あとこの娘のマリア様みたいな微笑みと、子供のなんかこう光り輝くような
エネルギーみたいにとても感動しまして思わず手を取りました、本当に十数年ぶりで絵を描き始め昔描いてた自分のこう好きだったものを思い出したということでここでは一生懸命描きました。そうですね、可愛いっていうとこう見てもらいたいっていう一心でこちらの方にお邪魔させていただきました。あとこちらは旦那のパパです現在ドバイにおりましてなかなか会いに行けないんですけれどもこのご時世やっと息子を手に抱いて本当に嬉しそうにしている姿がとても印象的で、ちょっと写真に残してそれから色鉛筆で描きました。油絵水彩は描いてたんですけれども今回色鉛筆を、に挑戦してここまで描けたことになんかとてもこう、嬉しいというか絵を描くその自分の楽しい気持ちをまた呼び起こさせてくれたこの子たちにとても感謝しています。あとこの場所を紹介してくださったいろんなご縁のある方とのつながりに本当にこう感謝の気持ちしかありません。どうぞご覧になってください。以上です。この会のきっかけはきっかけはですね、去年ちょうど見に来ました。ライアをやってる関係でマリコさんの演奏を見に来て、ついでに見ていたらなんかとても引き込まれまして、で来年あ私も出してみたいなってちょっと思ったんですね。それがきっかけではあったと思います。でたまたまマリコさんのこの絵を見せたらば見せて出しなさいって言われて、それで思い切ってこういう場所に出すのは本当初めてなんですけれども出させていただきました。なんかそういう流れというか縁というのはとてもこう、意味があって大事だなと思いました。ライアーつながりで、はい、マリコ先生もライアー弾いてますね、はい、で平泉展の初参加で印象はどうですか。いやですね、もう喋っていいんですか。とても、なんて言ったらいいのかな、開放的で明るくて、本当にこう全てをこう全てに OK というか、アートの、 その楽しい本来の楽しいっていう気持ちをとても大事にされてるてか大事にしてる、そんな空間で音楽が入るっていうこともとても割とこう新鮮で、音楽は BGM BGM ではありますが、なんかその作品とのコラボですごくいい場所にいいところにその存在しているというか、とてもこう斬新で素敵だなと思いました。印象そうですね、楽しいですね、ここにいるだけでという印象ですね。おしまい。